はい、皆さん、おはようございます。鉄棒でございます。皆さんのところでは、こんにちは、また、こんばんはですかね。いつも私は、夕方に動画上げてますんで、皆さんのところでこんばんはだと思いますが、私はここ今まで朝なんですけど、まあ、それはさておきといたしまして、まあ、今までも散々何度ももうこすり倒してきている話でございますけれど、今日もちょっと西九州新幹線の話をしたいなと思います。というのは、2、3日前ですかね、私は、日経ビジネスの記事、佐賀県の知事が、まあ、いろいろお話をしてるっていう記事は、ツイッターでシェアさせていただいて、で、ただ、これ有料記事じゃないかみたいなご意見をいただいたんですけど、まあ、月に3本ならあれ無料でも読めるんで、登録すればね。で、まあ、その記事もそうなんですけれど、他にもですね、いろいろとね、今日もちょうど JR 九州 の古宮社長ですね、がちょっと発言をしたりしておりますんで、ちょっとこのあたりで一度ですね、西九州新幹線の、まあ、現状分析ということで、いろいろちょっとまとめて、今どういうふうになっているのかということをちょっとお話をしたいなと思います。で、まず最初のところのお話で、まあ、前提ということで、まあ、これまでの流れなんですけれど、まあ、西九州新幹線、今、武雄温泉から長崎のところまでだけが、今、部分開業してるっていうことでございますけれど、そもそもですね、西九州新幹線っていうのは、この長崎、九州新幹線、西九州ルートですね、ということで、昔からあって、まあ、これはもう佐世保通っていくとかって、そんな話もね、佐世保が原子力線陸奥を受け入れて、代わりに新幹線引っ張るっていうところからも話が来てるんですけど、まあ、それで、まあ、佐世保はかわいそうとか、そんな話もあるんですが、それちょっと一旦置いといて、で、まあ、その後ですね、新幹線は結局まあ、お金かかりすぎるということで凍結されて、で、その後、まあ、凍結がなくなったんですが、その時に条件が加わって、整備新幹線っていうのは、地元の負担がないと、出ないと、やたらめったら作ると、国鉄の時にえらい赤字を抱えたんで、それはもうダメだと。で、JR になったんで、新幹線作る時っていうのは、あくまで、県の負担が必要だというようなことが、まあ、条件として加わりました。で、まあ、その結果ですね、長崎は新幹線欲しいけれども、まあ、佐賀県はそんな乗り気じゃなかったと。で、そこで、まあ、いろいろ話が出てきたときに、じゃあ、スーパー特急という新しい路線を作って、これが、まあ、今の武雄温泉から長崎のルートなんですけど、まあ、ここに新線を作って、で、佐賀県の中は、普通の在来線を使おうじゃないかという、このスーパー特急という話から始まって、で、結局ですね、これがですね、いやいや、やっぱり新線のところ、武雄温泉から長崎のところは、まあ、やっぱここは古規格にしましょうというような話になったんですけど、いや、佐賀県はでもうちは古規格いらないですし、ということで、じゃあ、ということで、狭軌も標準軌もどっちも走れる、素晴らしい、車両を開発中なので、それを使いましょうということで、それが FGT、いわゆるフリーゲージトレインでございますね。で、これを使おうっていうことになって、で、じゃあそれでいいですと。で、フリーゲージだったら、博多まで入っていけるし、佐賀県のところは在来線使えるし、で、長崎のところは新線使って、乗り換えもいらないし、時間短縮にもなるし、これでいいんじゃないか、シャンシャンシャンと話は終わったんですけれど、そうはいかずにフリーゲージトレインが、いや、やっぱ無理っすよとか。車軸のところに結構損傷が出たりとか、やっぱ高速で走らせると普通の在来線のスピードぐらいだったらともかく高速で走らせるとやっぱ無理っすよみたいなことになって、で、その後もいやこれはやっぱちょっと特殊な車両だから維持費も高くつくんでうちはやりたくないですねって JR 九州に言われて、でその後に、JR 西日本からもいやこんな特殊な車両に入ってこられても普通に最高速度300出ないんでしょつって、ね、そんな300出ないような300キロ出ないようなところが、うちのとこ入ってきても足手まといなんで邪魔なんで入ってこないでくださいって言われちゃって、でそれでフリーゲージはダメになっちゃった。で佐賀県でそれでまあなったんですが、まあ、こういうようなね事実もありますので、佐賀県というのはそもそも古規格は不要だし今まで頼んだこともないと。でよくですね新幹線の話をするときにうなぎと土壌の話っていうのが出てきまして、まあ、これ東北新幹線の盛岡から北のところですね、八戸とか青森まで行くようなところ、ここのところでは昔古規格が欲しいとまあずっと言ってたわけですけれど、一時あそこも、まあ今フル規格で通ってますけど、一時あそこもですね、ミニ新幹線であるとか、スーパー特急であるとか、まあそういう話が出てきて、で、それで地元の方としてはフル規格いいもんですよね。だからこれうなぎを頼んだのに、土壌が出てきたっていうふうに、えらい怒ご立腹で皆さん。
まあ、このうなぎと土壌の話ではよく新幹線出てくるんですけど、佐賀県に関して言えば、うなぎも土壌も何も頼んだことはないと、いうようなことでございます。今までそんなもん頼んだことない、うなぎなんて頼んだことない、毎日普通に晩ご飯食べてこれで結構です、毎日普通のご飯が食べれてそれでいいです、これがまあいわゆる普通の今の在来線ですね、これでいいですって話なんですけれど、うなぎを食べろ食べろって周りから今言われているような状態なんです。はい、でこのね、まあ、今フル規格をじゃあ作るために今どうなってるかって、さっきの整備新幹線の話もそうなんですけど、原則として県の建設費の負担、それからまあ在来線の分離でいうのがまあ条件になってます。で、この在来線の分離っていうものに関しましては、あの新幹線ができたからって必ずしも並行在来線として分離されるわけでもない、あのよくこれも勘違いされるとこなんですけど、新幹線ができたらそこの並行している在来線は全部分離だろうと、JR として儲かってようが儲かってなかろうが全部分離だろうみたいなことを言う意見がたまに聞かれるんですが、それは違います。在来線を分離するかどうかっていうのはあくまで JR に、決定権があります。持っときたきゃ持っとけるし、いらなきゃ分離できる。だからあの北海道新幹線も小樽から札幌っていうのは、あれ JR 北海道で一番輸送密度高いところなんで、あそこはキープでも、あとはいらないっていう風になったわけでございます。はい、なので、まあ、原則として、まあ、在来線分離ということで、ただ、在来線分離に関しては交渉の余地もあるし、まあ、これまでもですね、JR 九州の社長、前の社長かな、今の古宮さんじゃなくて、その前の社長ですよね、前社長の時は、いや、新幹線ができたからといって、必ずしも並行、在来線は分離するわけじゃないですよ、つって、うちだって九州新幹線できたけれども、博多から、八代までのところはちゃんと持ってるでしょ、みたいな話をしたことがあるんで、ですから、在来線分離というものに関しましては、仮に佐賀県にフル規格を引っ張ったとしてもですね、ここの佐賀県内の在来線が分離されるかどうかというのは、これ交渉の余地があるとは思います。まあそこは JR 九州の社長も、まあこれまで何度か、いやいやいや、必ずしも分離するわけじゃないですからっていうことで、ちょっとそこは妥協しますよみたいなことをほのめかしてます。ただ、在来線が残ったとしてもですよ、在来線特急が残るかどうかというのは別問題。っていうのはやっぱ新幹線ができると、さすがにJR 九州としてもですね、新幹線ができると在来線の特急に乗る人は格段に減りますから、それはさすがに、残すかどうかってなると微妙だと、微妙というか多分残さないと思うんですけど、そこも交渉できるかどうか分かりませんが、特急の扱いについては、まあ、不透明ではあると思います。はい、で現状なんですけれど、まあ、基本的に佐賀県は、まあ、佐賀県知事も日経ビジネスの記事の中で言ってましたけど、基本的にはいらないと。でもし作るんだったら、その佐賀県がうんぬんとかじゃなくて、九州全体、日本の国土全体のことも考えた上で、本当にそれが必要なのかどうかっていうところまで考えてほしいみたいなことを言っています。で、あと具体的に言ってるのは、この佐賀空港経由ルートを検討してほしいということは佐賀県は最近言ってます。で、佐賀県がもう調査をこう要望してます。佐賀駅だけじゃなくて、やっぱり佐賀空港。まあ、ここは佐賀空港っていうのは、ちょっと今立ち位置が非常に微妙な感じの空港になってるんで、まあ、これをもっとよりよく使うために、まあ、ここに新幹線引っ張ってほしいというような思惑も佐賀県としてあるのかもしれないんですけれど、まあ、佐賀県はそういうふうに調査を要望してますが、与党検討委員会ですね、新幹線をどうするこうするって話し合うところですけど、ここの中では非常に否定的です。まあ、地盤が弱いとかって話、もうよくあるんですけれど、まあ、確か海に近いところはね、地盤は弱いんですけれど、まあ、それがちょっと技術的にできるのかどうかっていうと、なんとも微妙なところです。やってできないことはないとは思うんですけれど、まあ、与党検討委員会は、否定的ではあります。これ11月2日に、そういう検討委員会があった、その中で話が出たということでございます。まあ、一応ただ国土交通省の方に調査してほしいみたいなことは言ってはいます。で、ただ一方で、まあ、佐賀空港経由ルート、これまでは古い価格はもう、もうね、いりませんみたいな感じで話し合いにも、まあ、話し合いにもならなかったことはないですけど、今まで話し合いも何度か行われてるんですが、まあ、こういうことを言ってきたということは、まあ、フル規格について話し合う、まあ、一応その、まあ、なんかきっかけにはなるんじゃないかということで、まあ、そういう期待の声もこの検討委員会の中にあります。
で、佐賀県内の、政界の中にも古企画賛成の声というのはあります。でこれもともとあるんですが、というのは武雄温泉とか嬉野温泉はあれこれは佐賀県内なんで、声は大にしては言えないですけど、ここの辺りの人たちはもうきっと新鳥栖まで古企画でつなげてほしいと思うんです。その方がお客さん来る可能性が高まりますしね。新大阪とかにも直結できるんで、フリーゲージはダメだって言われましたけど、フル企画の今 N700S ね、カモメ赤と白のやつはしてますけども、まあこれだったら別にそのまま、新大阪まで入っていくことは全然できますんで、ね、これだったら新大阪とつながるからハッピーということになるんですが、まあ佐賀県内にも、佐賀県フル企画促進議員の会というのが、まあこれが11月5日にそういう会が行われてまして、まあそこに長崎県からの、まあ、市議とか、あとは、長崎県県議、その他、その辺のあたりの、国会議員の皆さんですね、こういった人たちが集まって、佐賀県は古企画作るべきだみたいな、ね、こういうことを、まあ、されてます。ですから、まあ、そういう声もあるにはあります。ただ、まあ、これが声が大きいかどうかっていうところがちょっと微妙ではあります。まあ、この辺は綱引きになってますし、でただこれあくまで政界の話なんで、佐賀県の、例えば佐賀市の市民の方とか佐賀県民の大多数の方にとってみたら、あんま別に、みんなあんまり興味持ってないんじゃないかと思う、正直なところ、佐賀県にとってはそんなに新幹線は、必要ないんじゃないかなっていうのは思います。そういう声が高まってる佐賀県の中で、いやせっかく長崎までつながったんだから佐賀県も新幹線引っ張るべきでしょうみたいなことを佐賀県の中で声を大にしてる人がたくさんいるかって言われたら多分いないと思いますし、いるのかもしれないですけど少なくと多くはないと思います。私は、そういうのは聞いたことがありません。ほとんどの方はああそうなんですか、まあできたらいいんじゃないですかとか、できんならいいんじゃないですかぐらいの感じにしか思ってないか、いやいや困りますっていう風な人もいるのか、まあ、どっちにしてもあんまり大多数の人はあんまり興味持ってないと思います、正直なところ。はい、であとこれ、11月21日、まあ、私これ今日今11月22日に撮ってるんですけれど、JR 九州 の、 古宮社長が、佐賀県に古企画を通してほしいし佐賀駅経由ルートが、まあ、最善であるというふうに発言をしています。でこれは二次交通ですね、佐賀駅に作れば唐津線との接続もできるし、佐賀駅のバスセンターがあるんでそういったところとの二次交通結節のから考えても、佐賀駅が妥当、佐賀駅経由が最善であるというふうに、これは長崎市で行われたフォーラムの中で発言をされたそうでございますというような感じで、まあね、佐賀県としたら基本的にうなぎは頼んでないのでうなぎは欲しくないわけです。でまあね、土壌も別に、まあ、フリーゲージとか、なんだろうミニ新幹線が土壌だとすれば別に土壌もあえては頼んでない、別に、ただで土壌食べさせてもらうなら食べますけどぐらいの感じで、うなぎに関してはそんなお金払ってまでうなぎいりませんというのが、まあ、佐賀県の意見ではございますけれど、じゃあその佐賀県にうなぎフル企画がいるかどうかって、これまあ私の試験です。まあこれまで私これ何度も言ってるんですけど、フル企画にはもう新鳥栖まで私はつないじゃった方がいいと思います。ただし佐賀県は絶対に妥協しちゃダメだと思う。私は基本的に佐賀県の知事が言ってることではもう 100% 正しいと思ってるんで、絶対に妥協しちゃいけないと思う、これは長崎が何と言おうと国が何と言おうと佐賀県は絶対に妥協しちゃいけないんで、フル企画ができた方がいいし佐賀駅につながった方が、私はルートに関しても佐賀駅のルートが一番だと思います。佐賀駅にやっぱつながった方が絶対利便性はあるんで、でまあ佐賀から新幹線乗って新大阪とか大阪行くんだったら絶対その方が便利なんで、博多に行くには新幹線は大して時間短縮にならないんですけど大阪に行くには絶対短縮になるんで、私は作った方がいいと思いますが、佐賀県は絶対に妥協しちゃダメで、妥協しちゃダメな点はまず建設費負担に関してはゼロがいいんでしょうけど、さすがにゼロは難しいと思うんで、ここはもうなんだかんだいろいろですね、国土交通省の方に考えてもらって佐賀県がこれぐらいだったらいいよっていう範囲に収める。それから、在来線は死守、絶対平行在来線分離はダメ。で、特急に関しては新幹線できて特急も残せっていうのはさすがに交渉として正直これは難しいと思う。で、
妥協案として、快速列車ですね。快速列車を、博多まで直通できる、特急、在来線特急並みに速い快速列車、新快速的なものですね。こういったものを、走らせてもらうという辺が、それでも JR 九州としてやりたくないと思うんですよ。それ走らせたらね、佐賀駅から新幹線乗ってくれる人はあんま多くないとは思うんですけれど、ただ新幹線に関しては、佐賀駅と博多駅の、流動にはあんまそもそも期待できないと思うんですよ。だからそこはもう佐賀にとって新幹線が必要なのはあくまで関西とか広島に行くためのもので、もう JR 九州もマーケティング的にそこに集中して、佐賀駅から博多駅、JR 九州は短距離の新幹線乗車を、取り込むのが非常に得意なんですけれど、パーク&ライドとか引っ付けてね。ただ難しいと思うんで、やっぱこの在来線を死守して、快速列車運行、本当は特急がいいんでしょうけど、かささぎが残るからそれは残してもらってぐらいの感じかなっていうところだと思うんですけれどね。西九州新幹線に関してはいろいろと言われてるんですけど、私ツイッターでもつぶやいたんですが、静岡のリニアの問題とごっちゃにされるんですけど、よくね、全然違います。リニアの問題は正直なとこ、何ですかね、もう情報が多すぎて、正直なとこもう分かんないです。もう情報が多すぎて、誰が言ってることが正しくて。川勝知事がおっしゃってることもよく切り取られるから、それも、何とも言えないし、ちょっと水に関してはもう専門的な話が多すぎて、もう資料が多すぎて、正直もうよく分かんないっていうのが、実際のとこじゃないかなと思います。ただ西九州新幹線に関してはもう非常に単純、佐賀県はフル規格は欲しくないって言ってるし、それを作ってほしいんだったらお金の問題は佐賀県に妥協してあげて、並行在来線も分離しちゃダメっていうところがもうしかないと思うし、私は佐賀県はそこは絶対に妥協すべきではないなと思っています。ということで、今日は、西九州新幹線の、お話でございました。ご視聴どうもありがとうございました。はい、ということで、いつもの坊主のどうでもいい話は、今日はちょっと私のこの机の上をまたね、前に一回紹介したことあるんですけど、ちょっと模様替えをしてて、あれこれちょっと、道具のことなんかお話ししようかなと思っております。前にここをこう大きなモニターがあって、こっちにもう一個ディスプレイ、2つあったんですけど、もう一回り小さいこっち、これが27インチ、これもでももうかれこれ10年ぐらい使ってて、で最近ちょっと挙動がおかしいんで、これもそろそろ次を考えなきゃいけないなと思ってて、今ブラックフライデーであれこれ考えてるんですけど、でここにもう一個22インチがあった、これ27インチ、ここ22インチがあったんですけど、22インチは私が日本に行ってる間に娘に貸してたんですけど、帰ってきても返してもらえなくなっちゃいました。で、その結果としてですね、もう一個やっぱモニターがいるなということで、前MacBook Air を買って、日本に持っていた時使ったりとかしてるんですけれど、こう使ったりしてるんですけど、やっぱ一つの、PC から、2つディスプレイがあった方が分かりやすいということで買ったのがこれですね。これモバイルディスプレイで、これ iPad とかでも何でもない、こう見た感じ、ここ外付けのキーボードがあって、でここにモニターがあって、なんかこれだけでちょっと一つのノートパソコンみたいになっちゃってますけれど、これは両方とも、ここの下にMac mini があって、この Mac mini から両方から出力されているものでございますので、2台これ同じ風になってるんですけれど、このモバイルモニターをもう一個買うことで、モニター、ディスプレイ2台体制に戻したんですけど、でこれもでも、ちょっと挙動がおかしいから、今このウルトラワイドのやつを買おうかどうしようか、ちょっとブラックフライデーなんでめっちゃ安くなったら買おうかなと思ってるんですけど、これがもう既に1個買っちゃったんで、これでもね、ちょっとブラックフライデーの事前セールで安くて1万円にしたら1万5000円ぐらいかな、なんかよく聞いたことは、アーゾーパーというなんかよくわからない、多分中華メーカーだと思うんですけれど、安かったからとりあえず買って、で大きな普通にもう一個こうモニターを買うんじゃなくて、このちっちゃいやつにしたのは、これだったら日本にも持っていけるから、日本というかどっか行くときね、で日本に行ったときにこれ
と、まあ、あとあの iPad のミニ、まあ、これものすごい古いやつなんですけど、あるんですけれど、まあでもこれやっぱ iPad とこれだと、まあ、もともと機械が違うから、あくまでなんかこれを見ながら参考にしたら、ここからこ、まあ、あの Mac と iPad でコピペしてペーストとかできるんですけど、とはいえやっぱり別の機械なんでいろいろ使い勝手が悪くて、でこれ一台だとやっぱりどうしてもモニターの広さが足りないん でそれでまあこうモバイルモニターを買えば、まあ、次もし日本に行った時にホテルで作業したりする時にやっぱり、ディスプレイが2台並べて作業できると全然作業効率が違うんでと思ってこれを1台買ったんです。で、まあ、ただこれもちょっと古いから、これも、まあ、別にこれで不満なわけじゃないんですけど、ただやっぱり挙動が時々なんか時々磁気嵐みたいになっちゃう時があるんで、何回かスイッチを入れ直すことで治るんですけれど、とはいえまあそろそろ寿命も近いかなみたいな感じです。で家にいるときはこの別にモバイルディスプレイ使わなくても、これを使ってここにつなげばいいんじゃないかと思われるかもしれないんですけれど、ここにある Mac mini、 ちょっとマイクで見えないから、ここの下に Mac mini があるんですけど、ここにMac mini ってこんなちっちゃい、まあ、デスクトップのコンピューターなんですけど、これがまあちょっとすいませんね、ややこしっかりの話をして、Apple のこと分かる人は分かると思うんですけど、これあの M1 って前の世代のやつで、リファービッシュっていういわゆる中古品ですね、一回返品されてそれを Apple がきれいに整備して、整備済み商品として売ってるんですけど、これだいたい12万円ぐらいだったかな。でこっちは、もう完全に新品で買ったんで、これ25万ぐらいしたんですけれど、でこっちが、あ、ごめんなさい、これが M2 っていう新しいチップを積んだ方で、明らかに性能はこっちの方が上のはずなんですけど、使ってみると、これよりもこっちの方が早いんですよ、これデスクトップとして。まあ多分これ大きなファンがついてたりとかするからだと思うんですけど、なので家にいるときはこれを使って、外に行くときはこれを使ってっていうことにしてて、で共有ファイルはほとんどクラウド上の上に置いてやってるっていうような感じですね。今ここにあのギンプっていう、あの次のライブ配信のサムネを作ってるんですけれど、はい、作ってるというかもう作ってこれあげちゃったんですけど、というような感じで今やっております。はい、であとはここに、今日 Amazon で頼んだ 4TB のこうインターあの内部の、あれですストレージ、 4TB のやつを2つ頼んだんで、それを今度ここに挿そうと思ってるんですけど、もうとにかくね動画を撮るとねサイズがめちゃんこ大きくて、この間もあの日本に行って、まあ、3週間ぐらい撮ったからっていうのもあるんですけど、動画はみんなちょっとさすがに 4K だと大きいんで 2.7K っていうあのちょっと普通のフル HD と中間ぐらいのやつで撮ったんですけど、全部でやっぱり動画なんだかんだで 2TB 分ぐらいになったんで、途中で、持ってた 1TB のストレージしか持ってなくて途中で足んなくなったんで、大宮の駅で急いで買いに行ったという、駅前のソフマップに買いに行ったっていうようなこともありもあったんですけれど、まあここに今度 4TB のやつを2枚挟んで合計 8TB で、1個はクローンにしとくみたいなことをやって、でないと撮った動画の素材が消えちゃったら、YouTuber としてこんなに悲しいことはないので、まあそんな感じでやっております。まあこれが一応私の今の、机の上ですね、IKEA の机、IKEA の、こう戸棚に使う壁につける戸棚に使うやつに足つけて、こうモニター台にしてるというような感じでございまして、まあ、マイクは、前買った、今年の初めぐらい買ったかな、このマイクはすごい気に入ってます、めっちゃいいですねこのマイクっていう感じで、あとは、まあ、これはここは今つけてませんけど、なんかAmazonで買ったなんかこんな細長い蛍光灯みたいな色をする、ディスプレイ3本セットなんか30ドルぐらいだったやつ、それを3本並べて、三脚に無理やりくくりつけて、照明代わりに使ってるっていうような感じでございますね。こんな感じでやってございます。次見た時はもしかしたらこのモニターがもうさようならすることになってて、新しいもっとギュワーンと広いやつがあるかもしれないっていう感じですね。はい、まあ、ここでも書いてあるんですよ、ブラックフライデーで絶賛散在中っていう、もうすでに事前セールで
いくつか買ったんがあるんで、まあもしかしたらモニターも買っちゃうかもしれないみたいな感じでございますね。はい、まあいろいろ金かかりますよ、 YouTuber やってると。はい、ということでございます。今日はこんな感じで、ちょっと道具と作業場をご紹介させていただきました。